世界には一つの中国だけが存在するものであり台湾は中国の不可分な領土であると宣言する中米ニカラグアは現地時間の9日突然一つの中国の原則を認めると宣言しました台湾 台湾の民主が成功すればするほど国際的な支持が強ければ強いほど権威主義陣営から来る圧力も大きくなる外交圧力であろうが武力脅迫であろうが民主と自由を守る我々の決意が揺らぐことはない世界に向けて駆け出し国際的な民主主義社会へ参与し続ける12月10日からニカラグア共和国との外交関係を停止する二国間協力プログラムおよび関連する支援計画は全て停止とし大使館や技術チームのスタッフは撤収する ニカラグアとは1930年5月に初めて国交を受立1985年12月に断交その5年後チャモロ大統領が国交を復活させていましたが今回が2度目の断交で共にオルテガ大統領によるものですオルテガ大統領を率いる政権が台湾とニカラグア両国民の長年にわたる友情を無視したことは非常に遺憾である 台湾とニカラグアが断交してから3時間も経たないうちにニカラグアは中国との国交の回復を宣言する共同コミケに署名中国のチ軍国連大使はニカラグア政府は世界情勢と国民の希望に沿った正確な判断をした一つの中国の原則は国際社会の普遍的なコンセンサスであり異議を唱えることは許さないと強調しました中国はさまざまな手法を使って台湾を孤立させようとしている我々は一丸となって台湾を孤立させないようにする ニカラグアの突然の断交に台湾と国交を結ぶ国は14カ国に減少しましたが総統府は台湾を圧迫しているのは権威主義勢力であり胡少翔外交部長には隕石辞任云々の問題はないとしています。<music>